はいどうも、TK ヒーローでございます。ね、今、夜中の2時25分でございます。ね、ちょっと今日お昼寝しちゃったんですごい元気です。もう昼間よりテンション高いですよ。ほんとお昼寝で恐ろしいです。明日、学校でテストあるというのに、もうこんな時間までテンション高くはしゃいでいます。ね、今回は、このコスモドラグーンの続きをやりたいと思います。と言ってもですね、もう前回半分以上終わってるので、そんなに今日やることないんですけども、ということですね、今日は大きさの比較をやりたいと思います。これ、ゴージネイビーです。ということで、大きさの比較からやりたいと思います。これ、ドラグーンと言ってるのですが、実際のところ、このゴージネイビー、これと同じ大きさなんですね。ね、ほら、同じ大きさでしょ、これ。これはゴージネイビーをおそらく元にしているので、小さいです。おそらく原型師さんはクラフトアプリの51を元に作ったのではないでしょうか。これはガンショップに行きまして、店員さんとこれとクラフトアプリに並べまして、これ同じだねと。そして重さなんですけども、非常に軽いです。もうこの辺スカスカです。唯一何か中に詰まっていると思われるのはここだけです。ここだけ非常に重いです。なので、グリップだけ重く、この辺は軽いです。はい、イーストエアのホルスターに入れてみたいと思います。イーストエアのホルスターに入れ、入りませんね。ちょっとあんまり強く押し込むと壊れちゃいそうなんで、だいぶここ数センチいきますね。次はこの早打ち用ホルスターに入れていきたいと思います。ズボッ！入った？ダメか。ここがやっぱり数センチ浮いちゃいますね。おそらくこれのせいだと思います。ちゃんとパテント掘ってあるんですよ、ここ。パテンテッド2979年1月25日グレープバレータイタン。ちゃんと土地郎さん特許取ってましたよ、これ。はい、というわけでですね、そろそろうるさいと苦情が来ちゃいそうなので、この辺で失礼します。それでは